今日テレビで和牛のことについてやってましたね。まあ和牛、私は、まあ国産牛のことかなと思ったら違うみたいなんですよね。あの、特定の、その4種類の牛、それのことを指すみたいです。そう、日本だとさらに厳密で、その4つの中で、それさらに国内で育てられたもの、そういう区分みたいなんですよね。日本の中の認識では。でも世界だと、和牛というと、この日本のその4種類の牛の遺伝子、それを受け継いでれば和牛と名乗ることができる。だから、オーストラリア産の和牛とかもあるわけなんですよね。それに対して、この日本の牛肉業者、まあ、いろいろ、最初は輸出禁止とか、そういう、物理的なガードでしたけど、今はなんかブランドを高めていこう。そういうことで、日本産の和牛、それを広めていこうってことになったみたいですね。しっかりとラベル貼って。まあ、それに対して、日本っていろいろ牛肉あるじゃないですか。神戸牛とか、なんとか松阪牛とか。それで売ってった方がいい。そういう考えもあったみたい。でもそれだと、海外で共倒れしてしまうんですよね。海外の人、日本のそれぞれの国見ても、わからないよ。だから、それで喧嘩し合う。それだったら、そんなことが起こるぐらいだったら、日本の和牛ということで、統一ブランドとして、輸出する。そっちの方が、有効的じゃないか。そういうことで共通のラベルもできたみたいですね。日本産和牛みたいな。まあ確かにフランスのワインと言ったらまあいろいろあるじゃないですか。シャンパーニュとか、あとボルドーとか、ローヌとか。それでそういう風に売っててもいいだろう。そんな考えもある。でもまだ、日本の牛肉、そんなワインと言ったらフランス。そんな認識じゃないんですよね。だから、フランスは、ワインと言ったらフランス。そういう、ブランド力ができてるから、フランスワインの中でもいろいろ、ボルドーとかブルゴーニュとか、あとローヌか。そういうに分けても大丈夫。でもまだ、日本の牛肉は、この、神戸牛とか、松阪牛とか、松阪牛か。そういうに分けたら、喧嘩し合うだろう。買う人も分からないだろう。そういうことで悪い影響が出るから、まずは、日本産の和牛。それで、輸出していくのが、全体的にいい方向に進んでいく。共倒れしない。そういうことなのかなと思いましたね。まあ、まさか和牛というもの、海外で人気あるってのは分かってた。でも、日本の牛という認識じゃなくて、そういう和牛という、この霜降りが多い肉のこと。それを指し示した一般的な言葉になってた。それはちょっと痛いなと思いましたね。まあ、例えば、シャンパン。もう、非常に規制が厳しいですよ。製法から、まずはシャンパンの地方ってところで、取れたブドウ。それを使って、ちゃんとした作り方、指定された作り方で作ってないと、シャンパンは名乗れない。まあ、そこまでする必要があったのかなと思いますね。和牛と名乗れるものは、日本産のもので、それで品種は4種類。そう、育て方、使う餌、そういうものも厳選されてる。だからやっぱし、ブランド力、それ守っていくのが重要なのかなと思いましたね。ちょっと長くグダグダと喋ってみました。